ベテランチのベテラジー。トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥルンドゥンドゥドゥンドゥトゥルトゥ。これコメントでね、これ何の曲なんですかって聞かれたんですけど、オールナイトニッポンっていう有名なラジオのね、最初に流れる曲を俺がちょっとモノマネするっていうおふざけですね。これから始まることで、ちょっとなんか自分の中でその高めていくというね、はい、ラジオ心、うん、はい、第4回ということで慣れてきましたよ。あんま慣れすぎちゃってね、もう今金曜夜の2時半に撮ってるんですけど、ギリギリなっとる。ギリギリっていうかもう遅れとる。先週もこの時間には上がってたんやから、ベテラジ。うん、今ちょっとね、5月5日のそのイベントをやるんで、なんかその準備したりとか、あとまあ動画のことやったりとかで、ちょっとバタバタしてて、遅れちゃいました。すいません。はい。まあ最近ね、結構いろいろやってて、先週岡山行ったりとかね、うん、あとさんまの東大方程式の放送あったりね。で、結構今週は盛りだくさんでした。さんまの東大方程式良かったな。まあ配信見た人は見たと思うけど、ちょうど先週22位ぐらいかに放送あってね、まあ番組内容はその明石家さんまが東大生何十人の前でまあなんかめっちゃ喋って、大津くんっていうちょっと変な子みたいな子がおって、その子めっちゃいじるみたいな番組なんやけど、うん、まあ収録正直、うん、だるかったな。なんかその収録、まあ配信ではさ、あんま裏側とかネガティブなこととかちょっとあんま言わんかったけど、ほんまにその明石家さんまを見るっていうのがあるから楽しかったけど、マジで5時間ぐらい撮って、自分が喋ってたのほんま5、6分やったから、そのコンテンツを作るのってほんまに権力やなっていう、文句言えへんわけよ。まあ、俺はまだ自分の YouTube あるからさ、こうやって裏話したり文句言ったりできるけど、まあ、俺がその YouTube 始める前のさ、自己顕示欲があるけど、別になんかあるわけでもない、ここでちょっと活躍してフォロワー増やしたいみたいな人やったら、何も言えへんわけよね。出てた人でさ、メガネの大学院生で26歳ぐらいの人でさ、ドイツの歌曲が好きっていう、歌が好きっていう人がおって、でその人がさ、ドイツ語で魔王っていう、お父さんお父さん助けてみたいな、私は追われているのですみたいな、まあなんていうの、オペラじゃないねんけど、そのなんかおう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 みたいなのを歌うのが趣味の人がおって、そいつスタジオで歌わされてたんやけど、全カットされず街頭インタビューもあって、三万東大方程式って。で、街頭インタビューの体で、まあ、正直、候補の東大生に、まあ、来てもらって話聞くみたいな。俺も呼ばれて、話、街頭でたまたま出会った体で喋るみたいなあって。で、俺もなんか思うことないですかみたいな言われて。いや、河野玄斗は何がしたいのかよくわからないですね。河野玄斗って本当に幸せなんですかねとか言って。全カットされて。大変やなって。でもまあ作る方もさ、全国放送でやっぱ全国の人が笑うもん作らなあかんってなったら、やっぱそういう風になるし、いろいろ考えさせられたなっていうところもありつつ、はい、ベテラジではね、聞いてるだけでカルチャーぶれるラジオ、日本一資料深いラジオを目指して、まあ、今日もやってるんですけど、あとファンに会ってね、最近。ファンっていうか、ファンの彼氏。なんか男の子やってんけど。上野でご飯食べてて、まあ最近って言っても結構前やけど。上野でなんか、上野のアメ横ってあって、まあ東京に上野ってあんねんけど、その、まあここまで説明せんでいい上野の、なんか、なんて言うんやろ。こう、商店街みたいになってて、まあ歩行者天国みたいなところが常にあって、上野にガード下のところに、
で、飲み屋とかがいっぱいあって、で、屋台みたいになってて、外で飲めるみたいな。店が道沿い並んでて、椅子とか外に置いてあって、ご飯とか食べながら、まあ、テラス席の汚い版みたいなんで飲めるみたいなのがあって、で、上野でご飯食ってて、で、そういうとこでなんかちょっとお酒飲みながらご飯食べてたら、ファンの子急に現れて、まあ、俺がたまたま入り口の近くのその外から見えるとこで食べてたら、まあ、男の子二人と女の子一人の三人組ぐらいの同い年、ちょい下ぐらいの同い年ぐらいかな、の三人組現れて、で、なんかその中の女の子の方、子が来週見てる子で、で、気づいてくれて、一回パーって去ってったんやけど、戻ってきて、すいません、写真撮ってください、みたいな。ああ、全然いいよ、みたいなって、写真撮って。そしたら男の子が、え、僕も写真撮りたいです、みたいに出して、ああ、そうなんや、見てんのって言ったら。いや、僕は正直ファンじゃないんですけど、彼女が大ファンで、ああ、へえ、あ、そうなんや、みたいな。僕は正直ツイッターブロックしてるんですよ、みたいな。嫉妬しちゃって、みたいな。そうなんや。あ、嫉妬してんねやと思って。なんか、聞いてる感じちょっと、東大とかではないけど、ちょっと多分、賢い大学とか行ってるような、まあ、偏差値高い、まあ、賢いというか、偏差値高い大学行ってるような子で、で、いや、これで彼女に送ったら彼女絶対喜ぶと思います、みたいな。いや、でもブロックしてんねやろみたいな。逆によう頼めるな、みたいな。いや、それは彼女喜ぶんで、みたいな。はあ、なんか、うん、優しいやつやなと思って。で、また食べてたら、なんか5分ぐらいで戻ってきて、すいません、みたいな。あの、あれ、彼女に LINE したら、あの、どうしてもちょっと彼女と電話させてあげたいんですけど、みたいな。言い出して、え？俺飯食ってたのに。戻ってきて、そいつが。いや、その、そいつが、彼女と話させてあげたいのか、彼女が、どうしてもベテラン氏と電話で話したいって言ったのか、ちょっとどっちかわからへんねんけど、まあ、彼女の方から言ってたらな、それ激痛やけど、まあ、男の方から言ってても激痛っちゃ激痛やねんけど、なんかその男が、いや、僕、ちょっと膝ついてスマホ持ってるんで、みたいな。ちょっとでいいんで話してあげてくれませんかみたいな。いや、そんな彼女に優しくしすぎるのも、どうかなみたいな思いながら、まあでも、大の大人のね、男の子が、僕膝ついてスマホ持ってるんでとか言うから、まあほな、電話してあげるかとか言って。電話してあげて。なんか、え？マジっすか？みたいな。え、これマジっすか？その女の子がね、彼女が。いや、どうやろ？マジなんかな？みたいな。ベテランチやと思う俺は自分で自分のこと。みたいな。みたいな。いや、来週のイベントも行ったんですよ。みたいな。あ、結構ファンやね。みたいな。わざわざ2500円払って見に来たんや。でも彼氏、嫉妬してたで。って。もう気使って俺も。いや、彼氏が、その、怒ってたよって言って、だから彼氏に隠れてあれしいやって言って、はい、今度は彼氏も連れて行きます。いやいやいや、だから、彼氏が嫉妬して俺のことブロックしてるからなって、仲良しいやって優しい彼氏やなとか言って、ほなね、とか言って、聞いて、嫌やったな嫌やったななんか、気つこたなさすがに。なんやねん。でも嫉妬するよな。俺やったらめっちゃ嫌やわ。俺の彼女が俺の YouTube 好きで。イベントまで行ってたら。うん。本当にそういう目で見てねえのかって。あ、ごめん。ちょっとお風呂のドア開けちゃった。本当にそういう目で見てねえのかって思ってまうな。正直。自分がちょっとな、勉強できたらなおさら嫌やな。なんだよ。俺より勉強できる男がいいのか。じゃあ俺もトーフルとか受けようかってなるよね。うん。大統領っていうね、上野の有名なもつ煮、もつ焼きみたいな、もつ焼きかな、食べれる店。うん。でもまあありがたいね。なんか結構あのファン対応とかあんましたくなさそうみたいなよう言われるけど、するで全然それぐらいは。でもその彼女がどうとかちょっと気使うからやめてほしいな。普通になんか普通に写真撮ってくださいとか、うん、てか今日もさてかそれで言ったら今日もファンっていうか視聴者の人に会って、どれぐらいファンかわからんねんけど、正直ベテランさんですかみたいな話しかけられてんけど、たまたま俺今日 Mac で作業してて、 Mac まあ遅くまで空いてる Mac いっぱいあるから24時間の、
で、俺だいたい夜中までなんかやってるから12時ぐらいに作業してて、 Mac であるところので、まあ作業してたらなんかあのコーラ買って、俺がまあコーラ M 買うねんけど、俺って Mac 行ったらコーラ M 理論っていうのがあって、マクドナルドで一番かっこいい飲み物はコーラ M っていう、なんでかっていうとその一番情報がないから、コーラ M を飲んでてどういうやつかが全くわからへんでしょ。だからコーラ M を飲むっていうことがその周りにこいつがどういうやつかっていうのを悟らせない、一番強い飲み物やと思ってコーラ M を常に飲んでんねんけど、俺はあのコーラ M 持って2階に上がって、2階やったんやけど席がで、バーって上がってこう席戻ろうと思ってバーって座ったら、あの座る前にその手からコーラがプスポーンってこぼれてその前に注文してたから、その追加注文しにコーラを買いに行って戻ってきたとかやったけど、スポーンってコーラこぼれてビシャーンって廊下ベタ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 って全部コーラこぼれて、うわー俺大声出してもうて、まあそんな空いてたんやけど、客2階でまあ60席ぐらいあって、まあ5、6人かな客、うわーやっちゃったーって声出してうわーって言ってたら、いきなりなんかヘッドホンつけた頭チリチリの男の子が話しかけてきて、いやーあのベテランさんですか、いつも見てますよみたいな、あの多忙だと思うんですけどぜひあの進級できるように頑張ってくださいね。いや今今俺コーラこぼしてチーカワぐらい声出してたんやけどうわーってああそうっすねはいみたいな、頑張りますで、なんかその人帰りもなんか、あーじゃあまたこのマック来てくださいねみたいな話しかけられて、ベテランさんさよならみたいな、あそううんバイバイみたいな、学生みたいな、あそうっすみたいな、ちょっと年下なんかなとか思って、またこのマックでみたいな、僕いつもここいるんでみたいな、また来てください、いやまた来てくださいって別にお前のマックちゃうやろと思って、お前が経営してるマクドナルドちゃうやろ別にここと思いながら、まあでもそいつの中ではその自分のホームのマックなんかな、そのそいつもパソコンとか開いてたからなんかとか思いながら、最近だから視聴者に会うの多いな。あと服屋でも会いましたね、うん、今週めっちゃ服買いに行っとって、2日連続買い物行って、木曜と水曜かな服買いに行ったんやけど、渋谷のねサマーオブラブっていう、サマーオブラブとブルールームっていう、まあ、同じ場所にあんねんけど、結構昔から好きで 2,3 年前から結構行ってる古着屋さん、まあ昔でもないけど行ってて、で買い物してたらあの髪の毛チリチリのね、なんかまあ外国とのハーフみたいな、結構肌の黒いねハーフっぽい、まあ、背もほんま190ぐらいある男の子が買い物してて、でなんか、あベテランズさんみたいな話しかけられて、あこんにちはみたいな、あ僕めっちゃ見てましたよみたいな、大学受験めっちゃ頑張ってたんでみたいな、あ見てましたよとか言ったらちょっとあれかみたいななって、あもう全然まあそれずっと YouTube 見てるわけじゃないと思うからええよみたいな、いや大学受験めっちゃ頑張ってて結局全然ダメだったんすけど、うん、すごい見てました、こんなとこで買い物すんすね意外っすね、あそうやろみたいな、まあ隠してんねんみたいな、服好きとかはあんまその表だっていっぱい言うとちょっとなんやろノイズなるというかオタク感みたいなのが売りでやってるから、おしゃれみたいな自分からアピールするとちょっと寒いから言わへんねんみたいな言って、あいいっすねみたいな、服好きなんですかとか言って話してて、でなんか年聞いたら19歳ですとか言って、あええー、なあ19かとか言って、19でこんなとこで買い物しておしゃれやねとか言って、でなんか名前なんて言うのって、なんていうかその前にあの喋っててなんか見てるんすよみたいになった時に俺が、まあ、冗談で軽く、まあ、君みたいにその髪の毛チリチリの子は大体俺のこと好きやからねみたいな言って、まあ結構その俺もパーマ当ててるけど、その男の子でちょっと毛量多くてパーマ当ててるようなやつって結構俺の YouTube 好きやったりするわけよ、まあそれこそなんていうのサブカルじゃないけどみたいなつもりで言ったら、あいや僕のチリチリはそういうチリチリじゃないんすよねって言われて、あそうかそうかなんかそのハーフやから多分、まあハーフなのか
まあ、完全海外の子で、育ちが日本なのか分からへんねんけど、まあ、外国の血が入ってるから、普通に。あ、そうか、ごめん、一歩間違えたらちょっと、やばいか、今の、みたいな。言って。あ、いや、全然大丈夫っすよ、みたいな。まあ、こっちも、うん、ごめんな、みたいな。まあ、向こうも、軽く、まあ、ほんまは、なんとも思ってないねんけど、まあ、まあ、ギリ大丈夫っすね、なって。あ、ごめん、とか言って。で、名前、うん、19なんや、ってなって。で、あの、名前なんて言うのって、まあ、会話の流れで聞いたら、フリーダムっす。言われて。思わず俺、お前最高の名前やんけ。って言ってもうたな、さすがに。そいつ最高やったな、なんか。で、なんか、服もめっちゃ悩んでて、フリーダムが。フリーダムって、最高やん。なんか、19で服買うの悩んでて、なんか3万円の服があって、めっちゃ欲しいみたいな、なって。いやー、ええんちゃうみたいな。その子2人で来てて、俺は1人だったんやけど。と、連れの子がね、ええんちゃうみたいななってて。でも3万か、みたいな。でもなー、みたいな。今度、奨学金が3万入ってくるんだよなー。だからまあ、未来の俺が払うって考えたら、大丈夫か。言ってて。うん、おもろかったな。あ、まあ、19で、そうやなーっていう。3万円って、ま、マジ大金やからな、19で。だって、バイト、コンビニバイトやったら30時間やからな。1回5時間、6時間入ってても、5日とか、1週間働いて3万やからな。みたいな。なんか良かったな。なんか、だから俺結構ファンに話しかけられるの好きですよ。特に街で会うのとかはね。なんか偶然会ったと思ったら嬉しいしね。うん。っていう、はい、感じでしたね。今週おもろかったです。あと、何週間か前に、あの、先週かな、坂本龍一の自伝かって読んでるみたいな話したと思うねんけど。めっちゃおもろかったな、坂本龍一の自伝。坂本龍一ってやっぱほんまのスーパースターなんやなって思ってもうた。なんかとんでもない、とんでもないエピソードいっぱい書いてたな。うん、なんか、高校生の時、まあ、左翼やったらしいんやけど、まあ、てか、左翼やったっていうか、当時はもう左翼学生運動全盛の頃で、多分、60何年とか、70年、60年代後半かな。で、その、東大、あの、安田講堂立てこもりやった時ぐらいに、多分、高校生とかで、で、高校で、その、高校でも、まあ、結構、学生運動みたいなのが流行って、でなんか先生相手に学校の制服をやめろとか、テストを全部なくせとか、そういうその闘争をやってた時に、あの、まあ、バリケードでいろんなとこ封鎖してたらしいんやけど、まあ、その当時の学生運動ってそういうのするから、なんか全部学校を、まあ言ったら実力行使で封鎖して交渉するみたいなっていう時に、あの、バリケードで封鎖された音楽室の中で、あの、ヘルメットかぶってドビュッシー弾いてたっていう都市伝説があるみたいな話に出てきてて、なんかガバガバやんと思って、うん、なんかでもなんか本人は照れながら、いや、それ僕は記憶にないんですけど、やったとしたらモテたくてやってたんでしょうねみたいな、なんかかっこいい濁し方、多分作り話なんやろうけど、とか、あと、まあこれも有名な話らしいんやけど、あの YMO を結成した時に、細野晴臣っていうその YMO の中心人物、まあ一番年上でベースで、そのハッピーエンドとかももともとやってて、ほんま、まあフィクサーみたいな、プロデューサーみたいなやつが、なんかアメリカでこういう曲をやって400万枚売るっていうのはどうだろう、高橋幸宏と坂本龍一の二人に三人で、まあその持ちかけたらしいんやけど、なんかノートに書いてて、ノートになんか富士山が爆発してて、その下に400万枚って書いてあるみたいな、みたいなノートを見せてっていう伝説の話があるんだけど、その時坂本龍一はその生きてたから尖ってて、そのなんか、あ、まあそれぐらいは行くでしょうねって言ったっていう話とか、めっちゃおもろかったな、マジで。家読んでほしいな。音楽は自由にするっていう。坂本龍一の自伝。最近亡くなって文庫化された。うん。
なんか おもろいな、400万枚売ろうって言われて、まあまあまあそれぐらいはダサいわ恥ずかしいやっちゃで、やっぱそれぐらいなカッコつけててよかった時代というか、まあ別に今もカッコつけていいと思うんだけど、やっぱカッコつけていいよね、かっこいい。あともう一個おもろかったのは、あのまず4歳から作曲習ってて、坂本龍一が4歳じゃないかな、6歳かな、4歳からピアノ習ってたんかな、なんかピアノ教室に通ってたら流れで作曲を教わることになって、で作曲の先生について週1でずっとレッスンを受けててみたいな。でもお父さんが編集者かなんかなんかな、でお母さんも結構進歩的な人で、めっちゃ大金持ちとかではなかったけど、まあ、割といい教育は受けさせてもらっててみたいな、お母さんの影響もあってみたいなんで、でまあ高1の時に、まあ、高校受かって、でまあ作曲引き続き習ってたら、なんかまあちょっと大学どうしようかなみたいななって、まあ周りの人はさ受験のこととか考え出して、まあ東大行きたい人が出てきたりとか、でまあいろんなのが出てきて、でまあ坂本龍一は、まあ、東大か、まあ、東京芸大の作曲家行くか、あとまあかっこいいんで言ったら日大の芸術家みたいになって、そのもうアホやからかっこよさだけで決めようとしてて、で作曲の先生に、まあ聞いてみんとわからんってなって、作曲の先生に、ちょっと僕東京芸大の作曲の学科とか結構興味あるんですけど、これっていけるんですかねって聞いたら、その先生が、あ、君はね、今受けても受かるよって言われて、その、もう4歳から習ってたから、気づかんうちにオーバーキルしちゃってて、坂本龍一が。で、そっから3年間女の子と遊び続けてたみたいな、エピソードが載ってたりとか。おもろかったな。ほんまなんかその元気やな当時の日本っていうのがほんまいっぱい出てくる。まあ、今でもおるんやろうけどそういう人。まあ、俺もそういう風に生きたいしな、生きれるんやったら、生きれるんやったらっていうか、自分なりにそういう風に生きてるつもりやけど、でもなんかそれが当たり前やった時代というか、っていうのをすごい感じてよかったっすね。あとなんか、うん、そのおもろかったのはそういうのやったけど、印象に残ってるのはなんかその不遜な若者だったんで、その自分が何をするかっていうのを全く決めてなかったみたいな言ってて、坂本龍一って芸大の音楽の学科を修士まで行って24ぐらい5ぐらいで卒業して、でそっから 2,3 年スタジオミュージシャンみたいな、雇われてピアノ弾いたりとか、まあ、なんかバンドに手伝いに行ったりとか、まあ今でもあると思うけど、そういうそのヘルプで音楽やるそのめっちゃすごい人みたいなのをずっとやってて、である時、まあその細野晴臣に YM を誘われて、まあ400万枚って言われて生きて、まあまあそれぐらいはっつって、でまあ YM をやるようになるんだけど、その YM の何年目かの海外のライブで、なんかイギリスの観客がめっちゃ自分たちの曲で踊ってて、でまあそれが坂本龍一曲やったらしいんけど、自分が作曲した、でそれで踊ってるのを見たときに、あ、俺はこれを人生でやってくんやって思ったらしいねんけど、それがだから29とか。だからそれで、そこで、まあ、音楽が自分の仕事やって、仕事っていうか使命って思うまでは、なんか自分が最終的に何をするやつかとかは全然決めてなくて、なんか映画好きやったから別に映画してもいいと思ってたし、なんか何、なんかさ、なんて言うの、自分のライフワークみたいなものを決め、たくなかったみたいな書いてて、でもなんかそれって俺は結構わかるなというか、まあそれはでもダサい話じゃダサい話じゃないけど、なんかこう自分のこの価値のマックスの部分みたいなのを決めたくないというか、じゃあ例えばじゃあ就職してこの業界行きますとか、まあ、就職せんくて、まあなんか表現をするとしても、そのじゃあ絵を描いていきます俺は一生とか、俺はまあここまで決めずに来てるけど、それってなんか傲慢やからやなっていうのをすごいやっぱ思って、でもそういう感覚ってやっぱ、うん、やっぱ若い時ってあるもんなんやなっていうのをすごい感じたというか、うん、いや正直ちょっと俺はだから、そのなんていうの、自分に甘いから、まあ坂本龍一がそうやったんやったら別に俺もええかってほんまわかんねんけど、坂本龍一はその坂本龍一やったからそうやって20代後半までチャラチャラしててもよかったんやけど。
なんか俺がほんまにそれでええんかってなんねんけど。まあでもなんかわかるなーって思ってしまったな。そういう人多いと思うし、聞いてる人も。まあなんかそれこそ多分就職してる人とかでも、ほんまに自分はこれなんかなって思ってる人も多いと思うし。まあだから医者になるって決めてほんま早々医者になった人ほんますごいなって思ってまうな、正直。18で医者になるって決めて、そっからもう、ストレートで卒業したら、まあ俺と同い年はもう研修医も終わるぐらいまで来てるわけやけど、なんか、こっから50年間医者として働くっていうもう決意が固まってるっていうのは、うん、すごいなーっていう。ほんまに俺は傲慢やからなんか、まあ、やるとなったら別にやるけど、ぐらいの感じで生きちゃってるんで、うん、って思いましたね。で、いろいろ考えれてよかったですから。なんかそのジジイが人生振り返る本って俺好きやな、結構。あの、蜷川幸雄のね、これ一回配信かなんかでも話したことあるかもしれんけど、蜷川幸雄の自伝も俺すごい好きで。千のナイフ、千の目っていう曲やったかな。あ、曲じゃないや、本やったかな。でも千のナイフはあれか。坂本龍一のアルバムか。あ、でも千のナイフ、千の目っていうあれやわ。自伝みたいな。これもちくま文庫に入ってんねんけど。蜷川幸雄っていうその、まあもう亡くなってるけど、有名な演出家。結構世界的有名演出家で、その娘が蜷川美香っていう写真家だったりとか、で知られてる人の自伝読んだけど、それとかめっちゃおもろかったな。てかそういう、まあ蜷川幸雄とかももともとその左翼上がりで、最初その、なんとかっていう、忘れたけど、劇団で、演劇やってた時はその新宿でバリバリ左翼のメンバーの中で一緒にやっててみたいな、なんかそういうこう文化みたいなのがアクチュアルに力を持ってた最後の世代というか、うん、なんか面白いですね。はい、ちょっとまたあれですね、こういう話はあれしていきますあれってないよねはい、そんなわけでちょっとなんか、はあ、まあこんなもんですか、オープニング喋りたいこと。まあちょっとメール行きましょうか。なんか音楽かけたいけどな。なんか音楽かけようって言って忘れてたな。毎週ね、あの勝手に俺が音楽をかけるっていう。あ、あと服買いに行った、あの、富士のね、展示会行って、富士ってまあ僕が一番好きなブランドなんですけど、現行だと、うん、今一番着てる、まあ今もスウェット着てるけど、その、藤本さんっていうデザイナーの人が、結構よう遊んでんねんけど、もともと俺がほんまにファンでめっちゃ買い物してるだけやったんやけど、遊びましょうよみたいになって、何回か遊んでて。で、まあ喋ったんやけど、いや、ベテラジ聞いてますよ。ベテラジ聞いてた。いや、ベテラジカルチャーの話するって言ったのに、服の話全然しないっすよね、みたいな。あ、ちょっと藤本さんのこと話しときますって。寂しがってた、服の話せんから。服の話難しいな。あんま具体的にブランドの話とかなってもな、分かりにくいやろうし。はい。っていう感じですね。なんか音楽流すか。決めてなかったな、何流すか。近藤さんが新しいアルバム出しましたね。タイ。近藤さん、いいですね。これ聞いてみてほしいな。池すいすいっていう曲。池すいすい。曲名アルファベットで IKESUISUI 池すいすいノーバシーズっていうそのバンドねのボーカルの人。いや、ええなぁ。てかやっぱその富士の藤本さんもそうやし、近藤さんもそうやけど、その同い年ぐらいの人がなんかちゃんとこういうので頑張ってるの見ると嬉しいよな。なんかやっぱお笑い芸人とかでもさ、同い年ってなかなかおらへんやん、ミュージシャンとか。やっぱどんどんさ、高齢化進んでるというか、
まあ正直今俺25やけど、25って別にほんまはそんな若くないというか。だって坂本龍一がそれこそ YMO でな、爆発したのが28とかやけど、おらんやん正直。28でそんなすごいやつ。なんか、数少ないそういう同世代の人とかいると嬉しいなって思いますね。はい。ちょっとメールいきます。メール5つ目。ドブネーム、インマンさん。みだらのインと書いてる。インマン。18歳男。加部さんが大学お笑いを語る動画にて、YouTube を始める前に、来住としてお笑いをやっていたとおっしゃっていましたが、つまりそれは一番最初の名前を決める段階で、動画で、一番最初の名前を決める動画で、ベテランさんがめっちゃ来住を押していたのは、もう流れとして決まっていたのでしょうか。そして、当時からトワさんも加わっていたということですが、なぜあのタイミングでトワさんが動画に出るようになったんでしょうか。多分他の視聴者も気になっていると思います。はい。そうですね。もともと来住っていうのは、あれなんですよね。まあなんかの動画で来住で話したことあると思うけど、大学でお笑いサークルをやろうっていうことになってて。で、まあ、みんなでなんかやろうぜ、みたいになってて、まあもともと文化祭でみんなお笑いやってたんですよね。漫才コンテストみたいなのがあったりとかして。お笑いやりたいみたいな。まあコントっぽいことやったりとか。で、まあ、動画でちょいちょい話してるけど、その来住壁と、まあ、今井チャンネルの2人が組んでたコンビが優勝して、で俺とダヤマが組んでたコンビが準優勝してみたいなのがあって、でまあそういう面白いことやっぱやりたいっていうのがずっとあったんで、まあ大学入ったらお笑いサークルみんなでやろうかみたいになってて、でその LINE グループを作って、でそこでね、ホチのデカすぎて緑になってるやんとか、まあちょっとこれ来住のうちはネタになっちゃうんですけど、ホチっていうね、まあ灘高1大学生活失敗した男、なだこ68回生のツッコミキング、ホチっていうやつが、まあ、自転車乗った時の写真が、脳でかすぎてヘルメット緑になってるやんっていうくだりを作って盛り上がったりとか、ほんまに LINE で大喜利やったりとか、で、みんなで仲良くしてて、10人ぐらいかな。ダヤマとか今井とかもおって、ホチとかカベスとか。でその時に LINE グループの名前を俺が多分勝手に来住にしてたよね。おもろいと思って。雷の獣来住やったらおもろいみたいな。多分それ俺が考えたと思うんだけど。まあ、もし記憶違ったらちょっと、カベスとかごめんないけど。で、大学入ってお笑い作りやろうよみたいになったんやけど、まあ、結構それぞれチリジリなってというか、今井とダヤマは現役で東大受かったけど、アイデア、壁か。カベスとか、一橋行ったりとか、まあ、あと俺は一浪したりとかで、で、なんか、まあ、タイミングがないまま結構流れてて、で、まあ、やろうぜみたいなのがあって、一回その大学お笑いの大会にみんなで出るみたいなのあったよね。カベスが結局一橋のお笑いサークル入って、で、漫才やるようになったりとかもあったんで、みんなでやろうやってなって、来週で何回か大会出たりしたんやけど、まあ、そんなん続くわけないから、そんなな、ただ大会出るだけみたいな、めんどくさいし、メリットもないし、まあそれがサークルとしてちゃんと公演やったりな、知り合い集めてライブやったりとかできてたらよかったんやろうけど、俺もめんどくさがりやからやらへんし、みたいな。があって、まあ、ずっとなあなあになってたとこで、で、俺と今井が YouTube 始めて、まあ俺が一番最初に YouTube 始めて当たって、で、流れでじゃあ今井が俺もやるわ、みたいなって、今井のチャンネルもできてって時に、来週壁が、俺もやりたいというか、みんなでやろうや、うん。とりあえず3人でやろうや、みたいな。言い出して。まあ、これほんまカベスの手柄なんやけど。まあ、カベスは、なんか多分お笑いほんまやりたくてずっと。でもまあできひんくて。でまあ仲いい2人がおもろいこと始めたから、みんなでやりたい、みたいな。多分思ったやろな。で、これはほんまずっと言ってるんだけど、カベスって自分からなんかやりたいって全然言わへんタイプやから。うん、だから、まあ、来週のそれこそなんかやるっていう時も、基本はまああんまこれやりたい、あれやりたいっていうタイプじゃないというか、どっちかというと俺の方がなんか新しいこと思いついてすぐやりたいみたいな言い出すタイプやねんけど、カベスが YouTube やりたいって言い出してくれて、で3人でやろうってなった時に、まあ名前決める動画とりあえずリモートでいいから撮るかみたいになって、でその時、そこで来週になったのはほんまに流れなくて、正直いいの出たら何でもええわぐらいの感じで、多分3人で打ち合わせとか全くせずズーム撮り始めて、
で、俺がほんまに、もうこれ決まらんってなって。その、YouTube のチャンネル名決めるのってめっちゃむずいから正直。っていう時に、まあその来週っていう名前もともとあった俺がつけたようわからん名前を俺が覚えてて、まあそれでええやんってなって、で来週になったっていう流れですね。で、当時からトアも加わってたっていうのは、その LINE グループにトアが入ってたっていうことで、それはだからトアが一個下の学年で普通に漫才のコンテストに一緒に出てて、N1 グランプリって。だからまあ普通に入ってたって。まああと俺が仲良かったから多分 LINE に入れてたんやと思うな、その時。で、まあ動画出るようになったのはほんまたまたまで、もともと編集手伝ってもらおうみたいな。でも俺はもともとずっとトアのことほんま大好きやから、まあ、トアがほんまに千葉大学部行くってなっちゃった、離散落ちちゃってなっちゃった時もほんまに一人で、ほんま半泣きなって、めっちゃ悲しんでたぐらいで、ほんまにめっちゃ一緒に遊びたいってずっと思ってたんやけど、まあトアが千葉行っちゃったからなかなか会う機会もないみたいなのがあって、でまあ俺からしたら、まあ YouTube 手伝ってもらったらそれを口実にちょっと、また遊ぶ機会も作れるぐらいの、まあ、気持ちもあって、まあ、とりあえず、まあ、トアも暇そうやし、とりあえず入ってよ、みたいな。で、まあ、壁ハウスに読んで、編集手伝ってもらったりしよう、みたいに言ってたら、まあ、なんか、出てもらう、みたいなって。まあ、その時、今井がなんか、あんま出れへん時期やったから、まあ、なんか、二人で撮んのもな、みたいなって、トアに出てもらったら、なんか、ええやん、みたいななって、なんか、手応えあるな、みたいな。まあ、それが恋愛マスターっていう企画やったんやけど。まあ、それはほんまトアが能力高いっていうことなんやけど。っていうので、まあトアはレギュラーみたいになって、まあほんで今井がその期間、まああんまたまたま出えへんってなってたから、1年ぐらいずっとトアと3人っていう感じなんですよね。だから別に、ほんまに、まあもしかしたら今井の方で、トア出ててトアうまいこと言ってるから別に俺そんな出んでもええかみたいなのは思ってたかもしれんけど、俺ら的には、ほんまになんもないというか、たまたまほんま、トアが出るようになったっていう流れですね。だからほんまトアに救われてるよな、来週は。まあ、てか来週だから結構ほんまみんな、あれやねんけど。まあ、だから最初できた段階では、カベスが言い出してくれたからできてるし。で、今はこうやって割とね、登録者も増えてきて人気あってみたいになってきたのは、その今井が出られへんってなった時にトアが入ってくれて、いろいろこううまいこといくようになったっていうのもあるし、だみんなの力がね、あってほんまにできてるなっていうのがあって、ほんまに感謝感謝、おいしい闇に感謝感謝なんだけど、まあ、また今井も戻ってきたんでね、いい流れでこっからやられたらなっていうのはすごい思いますね。はい、来週に関してはそんな感じです。でも嬉しいな、ほんまにトアがなんかさ、 JK のようわからん視聴者とかからさ、トアくん可愛いですとか言われてるの見たらなんかおもろいもんな。ほんまにさ、ただ俺が好きでさ仲良くしてただけの後輩がさ、なんか有名人になってんのおもろいな。まあ自分がさ、そうなるのは、まあ自分が YouTube やって、まあ、変やけど、まあ普通っちゃ普通、そらまあ YouTube やって再生数伸びたらそうなるやろって思うんやけど、友達とか後輩がなんか、こいつおもろっていう、こいつ。来週壁がな、ほんまに、ちやほやされてんのかみたいな、なんかおもろっていう、あるな。楽しいね。これほんま嘘なんちゃうかなって思うな。なんやこれっていう。まあ来週頑張っていきたいですね。来週と個人が両方ほんまに同じぐらい人気あって両方回ってくっていうのが俺のほんま理想やな。なんか、どっちもどっちもにいい影響を与えるという、はい、つもりです。頑張っていきたいです。はい。で、続いてのメールいきます。続いてのメール。ドブネーム。ハスダさん、ベテランさんへ。ベテランさんの好きだった教科は英語とのことですが、それにまつわるエピソードはありますか？またあったらでいいのですが、面白かった要所を教えてくださると嬉しいです。うん、そうですね、英語が得意で僕リサンまで行ってますから、
東大入試の点数も英語90とか、まあ、120点満点なんですけど、英語90、数学60とかで理算目指してましたから、英語すごい得意だったんですけど、まあ、なんで得意やったかっていうと、まあ、英会話教室を親に習わせてもらってたっていう、これはほんま、まあ、もともとね、まあ、今喋ってることとか普段のあれとかでもあると思うんですけど、その現代文とか、まあ、言葉は好きで、まあ、だから国語得意っていうのは小さい頃からあったんで、まあ、それはもちろん大きいと思うんですけど、それとその英会話を習わせてもらってたっていうのの相乗効果で、やっぱ英語がすごい得意で、あの東大の英語ってなんか読めてたらそんな真面目に勉強せんでもいけんねん。なんかそのよう言われんねんけど、京大の英語は和訳問題とか結構大変でしんどいねんけど、東大の英語はその量が多くて、で記号問題が多かったり読解が多かったりするんで、なんとなく雰囲気で推察する力あれば結構いい点取れるっていう、あとリスニングねっていうのが結構東大英語のあるあるで、だからまあ東大の英語やったらいけるっていうのがあったから、教員じゃなくて東大学部理算の方が受かりやすかったみたいなのもあったりして、っていうのでまあ英語好きなんですけど、なんやろな英語のエピソード、あのまあツイッターに一回書いたんですけど、2年ぐらい前かな、でもそれもツイッターに書いたの、英会話の先生でロッド先生っていう先生に教わってて、でそれがその先生の家行って普通に教えてもらうみたいな、ピアノ教室みたいな感じで、もうほんまマンツーマンで普通に英語教えてもらってみたいな、まあ今考えたら月謝とかめっちゃ高いと思うんだけど、まあでもその自分の進み方に応じて多分教えてくれるからすごい良かったんけど、まあ小5ぐらいまで、小4ぐらいかな、浜学園っていうその中学受験の塾と並行して英語教えてもらってて、でまあ正直だるかったから、その英語の勉強の中身は全然覚えてないねんけど、なんか英語をやってる時に褒められて、まあ真面目にやったら結構やっぱもともとその筋がいいから結構褒められるんやけど、なんか君はスマートだね、 You are a smart boy みたいな言われて、でその英語の先生から一応そのクレバーとワイズっていう言葉もあると、で君はねスマートって感じだよみたいな言われて、で当時なんかあんま意味、まあ多分分かったっちゃ分かったと思うんだけど、そんなまあそこまで完璧には理解してないんだけど、なんかクレバーとかワイズじゃなくてスマートだよって言われたの、なんかすごい自分の中で印象に残ってて、それってなんかすごい嬉しいなっていうし、なんか自分で思ってる自分とも近いなっていうのがあって、すごいそれはなんか今でも自分の中で大事に思ってて、まあ、日本語でもなんとなくわかると思うんだけど、クレバーって結構まあ一歩間違えたらちょっとずる賢いというか損得感情うまいみたいなイメージだよね、クレバーって。でワイズっていうのは、まあ、大人っぽいというか、なんとなく聡明というか、うん。でスマートってなんか一番こうシンプルというか、何やな、ピュアな感じっていうかっていうのがあるなと思って、ちょっとまあ考えようによっちゃ生意気というか、うん、でまあちょっと資料深いラジオって言ってて申し訳ないんだけど、その小さい時の自分ってほんまにその回転なんかでもな、クレバーっていうのの回転の速さとちょっと違うというか、スマートってなんか天衣無縫というか、なんていうんやろ、ピュアな感じ、さっきも言ったけど、っていうのはすごいなんかそうありたいなってそれ言われた時に思って、うん、それはなんかすごい大事に思ってますね。資料深い、だから最近はちょっとその、ワイズな部分とかクレバーな部分とかを身につけたいっていうのが、徐々に、ね、歳取るにつれて、歳取るって言ってもあれやけど、あるなーっていうのはあるんですけど、なんか自分の中でそのスマートっていうのを大事にしてるっすね。だからなんか一見賢く見えても、最短距離行ってなかったらちょっとダサいみたいなのは結構その時からずっとあって、なんかパッてできることをなんでわざわざそんなごちゃごちゃやんねんみたいな。とかはやっぱそのロッド先生に言われた、うん、スマートだねっていうのから来てますね。あとその前に奈良住んでた時に、まあ奈良、そうか、ロッド先生も奈良やけど、あの別の先生に教わってた時に覚えてるのもあって、あのドラゴンボールのアーケードゲームにハマってて、小学生の時、あの虫キングとか、あの100円入れたらカード出てきてそれで戦うみたいなゲームいっぱいあったと思うんですけど、当時ドラゴンボールのゲームがあって、
で、100円引いたら出てくるんですよ。で、キラキラの孫悟空のめっちゃ強いのとか出てきたら嬉しいみたいな。があって、まあそれなんか親に塾の帰りとかに1回だけとか、なんか2回だけとかやらしてもらって100円で。ねだってみたいな。で、キラカード当たったらめっちゃ喜んでみたいなのがあって。で、その日塾の前にね、1回だけそのドラゴンボールをやって行かせてもらったんですよ。最大寺の奈良ファミリーっていうデパートで。あの、その、ミスターサタンっていうカードが当たって、その日。キラキラのミスターサタンが当たって。まあ、ミスターサタンってまあ面白キャラやねんけど。まあ一応キラカードで、めっちゃ喜んでて俺その日。嬉しいやん。まあ子供やからキラカード当たった。で、ずっとそのキラカードを持ったまま英会話の授業行って、で、英語の先生と授業する前に喋ってて、これ当たってん、みたいな言ってて。で、その、キラカードの下に技が書いてあるねん、そのカードの。ミスターサタンが使える技みたいなのが書いてあって、その技のパワーみたいなのも書いてんねんけど、プレゼントフォーユーっていう技があって、で、それ何かっていうと、あの、プレゼントって言って渡したらそれが爆弾になってて、あの、まあ、ドラゴンボールの本家でもあるその、ミスターサタン悪いっていうのの技やねんけど、で、それをプレゼントフォーユーっていう技があって、みたいな。プレゼントフォーユーって言ったら、その、俺がそのミスターサタンを先生にあげようとしてると勘違いして、先生が、ええの?みたいな。さっきまで、そんな喜んでたのにこれプレゼントしてええのみたいになって、あ、いや、違うんです。これあの技の名前なんです。なって、その俺が子供特有の純粋さを持ってるから、先生にミスターサタンのキラカードをあげようとしたと思われたけど、俺はただ技の名前を呼んだだけやねんなって思って気まずかったっていうのを覚えてますね。これほんまはっきり覚えてるんだから、当時、そのもう、自分が純粋な子供と思われて、なんか、プレゼントしたって勘違いされちゃってるな、俺が子供なばっかりにっていう感情あったな。うん、めっちゃ覚えてる、これ。とか、ありましたね。英会話ってなんか楽しかったな。外国の人と小さい時に喋るのって、その、英語ができるようになるっていうだけじゃなくて、なんか、そういう感情を育てる面でもすごい良かった気がするな。うん、そのロット先生がね、美女の霊みたいな出すときに広末涼子って言うねん、絶対。ロット先生がなんか説明してるときに、なんか例えばじゃあこれがすごく綺麗な女優だったとしようよ、みたいな。わからんけど。なんかまあ言葉の説明するときってそういうのあるやん。なんかまあわからんけど、ビューティフルとか説明するときに、なんかおじさんじゃなくて広末涼子だといいよね、みたいな。このロット先生の中では、今数いる、まあ美しい美人可愛いとされてるタレントの中で一番は広末涼子なんやなって、なんか思ったっていう。覚えてるな、なんか。あ、外国人の感性ってそこに行くんや、みたいな。覚えてます、はい。英語、まあ英語はちょっとね、あれです、ずれるけど、英会話面白かったな。洋書はね、あんま読んだことないっすね、正直。高校生の時とか勉強のあれで読もうと思ってないけど、読まんかったっすね。あれは読んだな、一回。あの、ライ麦畑で捕まえてとかは一回勉強しようと思って読んだけど、それもでも最後まで読んだか覚えてないな、正直。わからんしね。読んでも。細かいとこまで。勉強し終わった人が読むもんちゃうかなっていう気はする、ある程度。うん。っていうとこであんま記憶はないです。はい、続いてのメールいきます。ドブネームドブミチさん、22歳女性の方。嫌いな歌人はいますか？特定の人物でもいいし、作風に関してでもいいので知りたいです。私は木下達也があまり好ましくありません。応援ソングみたいな短歌がバズっているのが気に食わないからです。いいですね。はい。俺は別にそうは思わんけどな。てか、そういう短歌もいる。そういう短歌がまずバズってかんと意味ないから。うん、って思うねんけど、まあ、嫌いな歌人ね。あんま、正直おらんな。てか、叩くほどの価値がある歌人がそんなにおらへんな、正直。木下達也が好ましくありませんって言えるのも結局木下達也が大勢に認められてるからやから。
で、王政に認められてる歌人ってどんだけおんねんって言ったら、正直まああんまおらんというか、もちろん短歌の界隈の中でさ、この人評価高いけど別にそこまでやなとかはあんねんけど、それ今言っても多分わからんと思うしっていうのはあるな。で、まあドブミドンミチさんは多分シンプル読者目線やと、まあそういうこと思うこともあると思うねんけど、まあ正直作者目線、まあ俺はさ短歌作ってるからずっと、作者目線で言うと、まあ木下達也とかをディスるのって、まあ正直安牌というか、まあいつの時代でもそのトップランナーで、まあ結構大勢の人にいいと思われるような短歌作ってる人って、叩こうと思ったらなんぼでも洗って見つかるっていうか、それ叩くのってほんま安牌やなって思うんで、まあ一回ブログでね木下達也の記事書いたりとかしましたけど、ちゃんといいところはいいって言うし、でその上でなんかこういうところをもっと良くしていこうみたいな感じで取り入れていきたいっていうのが、まあ正直なところというかですかね。で、まあバズらせようっていうのがね、今短歌と直結しちゃうんで、どうしても、まあでもなんで短歌がでも今流行ってるかって言ったらバズるからやねん。なんでだから、でも俺は正直まあこのラジオまで聞いてる人とかわかると思うんだけど、バズるようなもんってそんな好きじゃないから難しいよね、そこは。短歌っていうものとかが今 SNS で生き残ろうとしてる時に、すごいその引き裂かれた面があるというか、バズらんと短歌って結局流行らへんねんけど、でも本来短歌ってバズるのを目的とするようなもんじゃないよねっていう。でもそこがやっぱかっこいいというか面白いところで、そこのなんか二重性みたいなのを引き受けるからこそ、今この2020何年にこう割とちゃんとポップカルチャーみたいなものとしてみんなに訴求できるんかなっていう気はするんで、なんかそういう意味では僕は木下達也とか、まあね、岡野さんとか岡本真帆さんとか、その辺の人はほんまにまあすごいなっていうリスペクトはありますね、めちゃくちゃ。うん、だからほんまに呼んでも意味ないような、なんだから木下達也とかほんまに呼んで好ましくないって思わせるっていうのはほんますごいんですよね。まあ、木下達也のこと呼び捨てするのもほんまあれやねんけど、それって結局やっぱ強度があるってことやから、ほんまに呼んでなんとなくちょっとええなって思うものを作るのってめちゃくちゃ簡単やから、特に短歌なんて、なんとなくね花咲いてましたとかね、うん、なんか夕空が暮れてましたとか言うときゃなんとなく良くなるみたいな、コンビニが遠くから見たらどうこうとか、なんでまあそういうほんま毒にも薬にもならへんような短歌作ってるやつが嫌いですね僕は。うん、なんか短歌ってほんまに簡単に作れるからな、作ろうと思ったら。なんかこいつの中でなんかそのなんか書くっていうことに対するその強い確信とか強度みたいなのがないんやろなっていう短歌はちょっと苦手ですね。はい、まあ責任というか、なんか俺は結構その詩ってなんやねん、ポエムってなんやねんっていう時に、その書き手がその書いた言葉に対して責任を持つっていうところに究極的には返っていくような気がしてて、まあ分からんけどヒップホップとかもそうなんかな、結局そのなんかで短歌とか特に短いからどこまで行っても結構パクリとまでは言わへんけど、まあこういうの書いとけばいいんでしょみたいなのが見えてくるところがあって、でその中でじゃあ何がその短歌を価値あるものってしてるのかっていうと、その短い31音の奥にあるそいつの中での強度というかみたいなところを僕は、はい、あれしてますね。これもちょっとオカルトっぽい話ですけどね。続きましてちょっと流れでなんですけど、ドブネームなしさん、これは青松明さんに送る文であってベテランさんに送る文ではないかと思いましたが送ります。以前初谷無依さんとの短歌のイベントに来ていた、高一なんですが、あれから自分でも短歌を作るようになり、自分が出せる個性などを考えるようになりました。僕は青松さんの短歌には読んだ人が隠されても、あ、書いた人っていうね、ごんべんに永遠の絵ね、読んだ人が隠されても青松明と予想できるほど強烈な個性があると考えていて、特に韻律と単語選びにあると考え勝手ながら考えています。
そこで質問です。青松さんが短歌を作る際に持っている独自の軸などはありますか？また単語選びは何を意識していますか？ちょっとね、試しにこういうメールも読んでみてます。短歌な、なんやろね、作るときに意識していること。でも作るときは結構ね、僕は直感で作って、でその直感で作ったのをどうやって自分の中でこうアウトセーフの判断していくかみたいなところを楽しんでるというか、あんま自分でその言語化できないけどこれええなっていうのができたら嬉しいみたいな感じで作ってるっていうのがまずあって、でもまあなんかなんすかね、韻律と単語選びにある。まあでも韻律はよく言われるし、単語選びもまあ絶対あるでしょうね。まあ単価ってかその2個、基本はその2個なんでね。でもよく言ってるのは、僕は名詞が好きで、まあ日本語ってね、その種類限られてる名詞、動詞、副詞、接続詞、まあいろいろあると思うんだけど、名詞に対するこだわりみたいなのがすごい強くて、で特に短歌の名詞ってパクるのめっちゃ簡単なんで、ほんまに光とか桜とかね、まあそれこそコンビニだのなんだの、もう品質の単語ってまあ大量にあって、でそれ組み合わせてるだけで正直できちゃうっていうところがあって、そこに対してどうやってその責任を取るか落とし前をつけるかみたいなのはすごい強く意識してて、まあ、それはなんでかっていうと、まあ俺が読んでてそういう単価が好きじゃないっていうことなんやけど、まあこれ入れといたらエモいやろっていうのを入れるのがあんま好きじゃないっていうか、まあ結構あるんですよね、やっぱなんか今流行りっぽいというか、こういうの入れといたら良さそうみたいなのを探してきて入れたらまあいいってなっちゃうみたいなところは。でそれってなんかほんまにテストの問題解いてるみたいでつまらんなっていうのはすごい僕は思うんで、なんかそなんかだから東大生やし、そのクイズやってたっていうのもあるから、なんか中途半端にそのクイズみたいな形でやってる制作作品みたいなのが俺は多分好きじゃなくて、その単語をどうやって持ってくるか、名詞1個持ってくるのに対しても自分の中で必然性がないと絶対嫌っていうのはすごいあるんで、そこはすごい軸として持ってるかなっていう気はしますね。で韻律に関して、まあ韻律ってあって五七五七七をどう乗りこなすかっていうところ、まあ、音をどういう風に操作して扱うかっていう話なんですけど、それはね結構よく言われるんですけど、まあこれは結構自分の感覚で作るようにしてるんで、良くも悪くも、まあ結局何が気持ちいいかってその人それぞれにあって、でそこが合うか合わないかって正直結構でかくて、まあ今でも短歌の賞とか出すと、まあ僕はもう今は出してないですけど、短歌の賞の審査員が、まあなんかこの韻律の感覚ちょっとよくわからへんみたいな、すごい言って、でいやその読んでたらその本に載ってるね、その新人賞のその好評みたいなんで、これよくわからへん、いやよくわからへんってどうやねんみたいな、根拠ないやんみたいな思ったりすんねんけど、でまあそういうもんなんよね、結構まあ体身体的な感覚に近いというかっていうのがすごいあって、まあでも僕は五七五七七そんなに好きじゃないというかっていうのはありますかね。なんか振りだと思ってるんで、なんか五七五七七を一旦そのルールとして設定してるからおもろいっていうだけで、別にそれが絶対守らなあかんとは全く思ってないというかっていうのがありますね。まあ、これもちょっとパッと一言で言語化するの難しいな。で名詞に関しては僕はあとその名詞自体がなんか一個のところに修練していかないようにっていうか、いろんな含みを持つようにっていうのはすごい意識してて、まあこれ例がないと難しいかな。まあちょっと自分の短歌の例自分で喋るのちょっと恥ずかしいですけど、まあ YouTube で話したことあるのだとシャンプーの歌とか、あなんか換気扇、シャンプー、僕は自殺をして君が2週目を生きるのはどうだろうっていう短歌、まあちょっと僕の短歌の中では知名度あるやつなんですけど、シャンプーって書いてて一字明けあって、僕は自殺をして君が2週目を生きるのはどうだろうって書いてるんですけど、このシャンプーとかは
結構自分の名刺の使い方としてはまあなんか自分特徴的なところがあるのかなって思ってて、なんかこのシャンプーが心象風景の中の単なるシャンプーにはなってほしくなくて、俺はそういう単価って結構できがちなんですよね。なんとなく頭の中のイメージで名刺ぶつけてって作っていくと、なんかこう心の中のイメージのシャンプーなんやろうなっていう、説明難しいけど、なんかわかるかな、歌詞とかでもよくあるイメージの世界のこのシャンプーなんやろうなみたいなっていうのは好きじゃなくて、このシャンプーっていうのがちょっと物質性を持ってるようになってほしいっていうのがまず一個あって、だからシャンプーってポーンって出てくるとどうしてもそのシャンプーの映像みたいな、まあ、シャンプー自体の映像なのかシャンプーのボトルの映像なのか人によると思うねんけど、っていうのがまずパッて浮かん で、そこに対してさらにそのシャワールームとかお風呂場の空間の感じとかっていう、なんかいろんな含みがあるっていうのを意識して、まあ名刺の設定をするようにしてて、これ説明難しいっすね。短歌作ったことない人にどれぐらい伝わんのかっていうのがあんねんけど、なんかだから例えばやけど音楽聴いてるときに、音楽でもその録音の感じでマイク撮ってる、その音を撮ってるマイクと楽器の距離が近いか遠いかみたいな言うときたまにあって、例えばそのドラムの音がめっちゃ打ち込みっぽいバーンってめっちゃキビキビ聞こえるドラムなのか、ちょっとその空気通してるその空間まで伝わってくるドラムの取り方なのかっていうので結構違いがあって、今のこのベテラジは俺のマイクが終わってて iPhone のマイクで撮ってるせいで、結構その今俺が撮ってるこの洗面所のノイズとか入ってると思うんだけど、そういうそのちょっと空気含むような余白があるような名詞の使い方っていうのをするように気をつけてるかなっていう感じがします。まあもちろんそうじゃない、パキッと名刺がパーンって立つっていう時もあるんすけど、そこはまあ使い分けというかっていうイメージですね。はい、ちょっとはい、すいません、短歌の話になっちゃいました。はい、メールでした。ちょっともう一通ぐらい言っとく、1時間2分経ってるけど4通しか読めてないしね。ちょっと短歌の流れでなんですけど、ラジオネーム何や、相原さん、31歳男性の方です。こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております。私は西荻窪でティピカというカフェを経営しております相原と申します。この度ベテランズさんの影響もあり文学をテーマにした白黒のパフェを始めました。期間限定ですので5月16までにはなってしまうんですが、パフェ好きで歌人でもあるベテランさんに食べていただき、ネタにしていただけたらとても嬉しいなと思いメールさせていただきました。もちろんお忙しいでしょうし、ファンの店に行くのも気まずいと思いますので、無視していられても全く問題ありません。また、ざっくりな質問で大変恐縮なんですが、パフェに対する思い出などありましたが、ラジオで聞かせていただけると幸いです。いや、相原さん、カフェ経営者も聞いてます、ベテラジ。カルチャーだなぁ。もうこれ聞いてるだけでカルチャーぶれるラジオだよね。ほんで、西荻って俺いつか西荻でイベントあるし、でもみんなあんまいつかその日に行かんようにな、ちょっと行きたい人おるかもしれんけど、ちょっとベテラジの視聴者だらけなんでティピカパンパンになってまうかもしれんから、ちょっとじゃあ5月5日のイベントのあとちょっと5月16までいつか行きますわ、ね、パフェ好きなんすよね。2年前の夏かな、一番好きって言ってたの。2021の夏、パフェ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 言ってる時期あったんやけど、まあ、最近はあのパン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 言うてパンばっか食ってるんですけど、パフェええよね。あのすごい好きですね。なんかパフェ好きな人って短歌の人好きやね。短歌やってる人でパフェ好きな人多い。それ結構俺は腹立つねんけど、なんか偉そうにパフェ食いやがってとか思うねんけど、なんやろな、なんかやっぱ縦に長くて一個で完結してるからちょっと短歌っぽいなって思うな。なんか面白い、始まりと終わりをすごい感じさせるでしょ、パフェって。最初めっちゃ綺麗な状態でできてさ、上から順番にさ重力に従って食ってって、最後さなんかコーンフレークとか入っててさぐちゃぐちゃなって終わるやん。なんか儚いよねパフェって。
なんか俺その始まりと終わりが結構パキッとあるもの結構好きなんですよね。クイズとかもやっぱ一問一問問題読みます、読み終わりましたとか、短歌も始まります始まりました終わりましたっていうのがパキッてこう割れてて、でその始まって終わるっていうのがあるから、その責任持てるというか、そこに対してなんかどこがスタートでどこがゴールかわからんかったら、その作り手の責任持てる範囲とか、受け取り手がそのどれぐらい受け取っていいのかみたいなのがあんまりはっきり分かってこないというか、いちいちそのクイズとかやったらボタンを押して決定するっていうのがあって、そこにそのクイズプレイヤーの覚悟が出たりとか、短歌もパーンって始まってパーンって終わる中に、その指針の人生をかけた言葉のその覚悟みたいなのが出てくるわけよ、っていうのが好きで、うん、やっぱ好きだなって思いますね。パフェ変化していくしね、食っていくごとに。だラーメンとかも、だカレーも好きって言ってるけど、カレーも結構そうやな、うん、でラーメンがそこまで好きでもないのは、なんかあんま変化がないからやと思う。いっぱいで始まり終わりっていうのははっきりしてるけど、じゃあ味変わってきますかって言ったら、まあそんな変わってこんというか、麺食ってスープ飲んでチャーシュー食ってっていうのを繰り返してるだけで、だスパイスカレーとかやとなんか野菜いっぱい乗ってたりして混ぜながら食ったりするから、その一個の始まり終わりの中にその表情あるというか、短歌もそうなんよね。スタートゴールがあんねんけど、スタートの5文字だけ読んでる時と31文字読み終わった時では全然違うっていう、だからそこが好きですね。でも思い出は正直ないか、うん、思い出、パフェの思い出、パフェの思い出逆にある人っておる？パフェの思い出、美味しかったしかないかも。パフェ、あ、おならしちゃったパフェの話してたらおならしちゃいました。ないなぁ、パフェの思い出ある？ないなぁ、うん、しまらんラジオやで、おならもしたし、ということでベテラジ第4回でした。ぜひね、ティピカさん、あの西荻ね、機会ある人は行ってみてください。でもイベント直前に行ったら混むから、ほんま迷惑かかるから、それだけな、よしや皆さん。てなわけで以上です。ありがとうございました。また次回聞いててください。ちょっと最近再生数少ないし、メールも少ないよ。みんな寝る前毎晩聞いて、メール送ってくれんとちょっともう喋ることなくなるからね。はい、よろしくお願いします。音侍に負けへんように背中ねから、来週の頑張っていきましょう。あざした。